ボードアン四世、ボードアン四世、ボードアン四、1161年1185年3月16日は、エルサレム国王、在位、1174年1185年、エルサレム国王、アモーリ一世の息子。ボードアンは父に離縁された母アニエスと共に過ごすことなく、父の宮廷で育てられた。九歳から古典学者、アラビア語学者、 歴史家であり、ティールス司教となるギオームとティールに教を受ける。ギオームによるとボードアンは、非常に才能豊かな、魅力ある、美少年で、ほがらかで、活発で、運動神経もよく、すでに一人前に馬を乗りこなした。頭の回転も、素早く、人並み以上の記憶力を恵まれて、侮辱を忘れないが、受けた恩恵を忘れることは、さらになかった。 ラテン文学と歴史にはとりわけ熱中した。ある日のこと、若い王子は、エルサレムの諸公の子供たちと遊び、夢中になって、お互いの手を引っかき合ったが、ボードアンだけが悲鳴を上げなかった。驚いたギヨームが尋ねると、少年は何も感じないと答えた。そこで初めてボードアンが、皮膚の病、ハンセン病とも言われるに侵されていることがわかり、 医者に見せても治療ができないことが明らかになった。ボードゥーンは13歳で大いに就いた。彼の最初の殺傷はミロンド・プランシーで、次がトリポリ白レーモン三世である。国外ではサラディンがスーダンからユーフラテス側にかけて統一する気であった。1175年レーモン白はゴムス方面に先制攻撃し、サラディンにアレッポを手放させた。 その間に14歳であったボードアン王はダマスから約5キロの地であるダレーヤまで軍を進めた。翌年7月にまたもアレッポを包囲しようとするダマス軍に陽動作戦を加えアンジャルの付近で破る。1177年エルサレム王国の精鋭がシリア北方で戦っている間にサラリンは守りの薄くなった王国西南部のアスカロン要塞に エジプトから騎兵で吸収した。王は400名の手勢を率いて、真の十字架を報じて立ち向かい、サラディンより先に要塞に着くが2万6千のエジプト兵に包囲される。エルサレムまで攻め込むつもりのサラディン軍を追い、敵の遊撃隊に焼き払われた農地を見ながら、やがて川どこへ入る敵軍を見つけると、弱者のうちに力を表す神が、病気持ちの王をこぶした儲多。王は、馬から 大地にひざまずき、十字架の前にひれ伏して、涙ながらに祈り上げた。その様を見て、すべての将兵は、歓喜はまり、この木に及んでは、一歩も引かぬこと、場所を巡らす者は、誰でも裏切り者とみなすことを誓った。将兵は馬にまたがり、突撃に出た、ミシェルルシリアンの年代記より、イスラム教徒は、病身の少年が率いる三百の騎兵に蹴散らされ、ボードアンは、 エルサレムに凱戦した、モンジザールの戦い。しかし、1179年6月10日のマルジュアユーンの戦いでは敗れ、ヤコブの浅瀬の戦いでは、シャステレ城の建設を頓挫させられた。同年10月にヨルダンガー上流に要塞を築き、サラディン軍と首都を繰り返し、1180年には、イスラム勢と講和の協定を結ぶ。ところが翌年、 エルサレム王国の風神であるソトヨルダン領主、ルノード・シャティオンが非常識にも急戦破棄を告げず、アラビアのヒジャーズ地方へ侵入し、大きな対象を襲ったため、サラディンはエジプト全軍でルノーの領地、ソトヨルダンに押し寄せた。ボードアンはルノーの行いに激しく憤通ったが、1182年6月に救援を呼びかけられてモアブカ・ガリラ山で転戦し、 サラディンの大軍を追い返した。8月には、ベールート防衛にも成功している。ボードアンは、イスラム圏でもヌールッディーンの家系に属する、アレッポ総督とモスル総督の独立を助け、サラディンに対抗する。この二つの党をサラディンが攻めるとボードアンは、ダマスとホーオン地方に、強力な牽制攻撃をかけて、ダマス近郊のダレイヤまで進出した。1183年11月に、 ルノーがまたしても死略戦でヒジャーツ地方を荒らし、サラディンの反撃を誘う。ボードアンは全身不遂、盲目というありさまで軍の後から単価で、ルノーの要塞である下落城に着き、サラディンの軍と戦った。サラディンが退却した後、守備隊を増強し城壁を建て直すまでエルサレムに帰らなかった。一方、病が募り結婚の望みが絶えてしまったので、ボードアンは、 王位継承問題に決着をつけておく必要があった。レーモン三世は、資料分別に富み、サラリンと、個人的に親しく、王に、最も近い血縁であることから、王にもしものことがあれば、王権を求めることもできたが、男子継承より、近親継承を優先する土地の風習により、1177年、姉シビル、シビーユニ、ピエモンと貴族である、グリエルモディモンフェルラートをめ合わせ、 二人の間に、後のボードアン五世が設けられた。しかしグリエルモは、数ヶ月後に、マラリアで亡くなり、継承問題は振り出しに戻ってしまう。二亡人、シビーイユは、東大随一の美男子という他何の取り柄もないギード、リュジニャンと再婚をし、下の妹のイザベルももっとくだらない、オンフロワ四世と結婚する。王国の重積はボードアンにかかるが、病状は日ごとに悪化し、 断続的にしか政務は取れなかった。母のアニエス・ドクルトネエも、県政と金銭欲の塊のような女で、これら王の謹慎は王国を食い物にし、有能な家臣であるトリポリクを嫌う点で共通した。1183年ナザレで行われた家族会議で王は王国の殺傷権を議員に委任したが、たちまち無能さをさらけ出して、殺傷権を取り上げられ、 11月にわずか5歳のボードアン5世の即位が宣言された。1185年ギーはアスカロンの領地に妻のシビーユを連れ出し出頭を促す王の命令を無視するだけでなくエルサレム王に起伏したベイドウィン族を虐殺したので激怒したボードアンは王国の全権をギーの敵トリポリハクレーモンに移乗した。指揮をった王はての人に対して エルサレムの王の元に来たることを命じ、王が世を立ち去るときは、すべての者が王の皇居に立ち会った、年代記より、二十四歳没。アラビアのシカイルイコールイマードは、この雷病持ちの子は、その権威を敬わせることができたと書いている。十字軍の歴史を書いたルネグルスセは、その苦痛と国旗に満ちた姿は、十字軍の前史を通じても、おそらくは最も高貴な姿であろう。 英雄の勇士は脳と草に覆われながらも聖人の面影を宿している。このフランスが生んだ王の純粋な肖像を不当な忘客の彼方から引き出して、マルクスはウレリウス検定や類聖王の傍らに置きたいと称賛している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。